皆さんには第1回目自動ブレーキを開発するの回で、この車を使って人がいたら止まる、そんな単純な車を開発してみせたと思います。しかしですね、そんな単純であるがゆえにですね、様々な状況に対応できないという問題点がありました。あれは2、30キロで走ってたから、人がいて止まることができたんですが、もっと速いスピード60キロ70キロで走っていた場合、多分車が完全に停止する前に人の上を通り過ぎてしまうでしょう。なので今回は、速い速度であれば速い段階でブレーキを、ゆっくりの速度であれば遅い段階でブレーキをかけて、いい具合に止まれるようにしていきたいと思います。はい、ということで、いい感じのブレーキ装置開発していきたいと思いますが、今回はね、この概念を使っていきます。もし〇〇ならば何々をしよう。日常生活に置き換えるならば、もし雨が降ったなら傘を差そう。ということは、雨が降っていない場合は傘を差さない。これが条件式と呼ばれるものです。回路とかね、プログラミングではよく使う分野になりますので、皆さん覚えておいてください。で、今回使うのはこの回路で、条件として今回の車、作るにあたって条件つけるとするならば、もし40キロ以下で走っている場合は、障害物まで20メーターに迫った時にブレーキをかけるというのが一つの条件になります。そしてもう一つの条件、つまり41キロ以上だった場合はですね、50メーター手前からブレーキをかけようということになります。でですね、その条件を作る回路というのがこれになります。でですね、この条件、これで一つの条件を与えることができます。つまり 40km 以下で走っている場合は、20m 手前からブレーキをかけよう。で、この一つの回路を使います。そしてもう一つの条件、41キロ以上の場合は、50m 手前からブレーキをかけようというのは、これにプラスしてもう一個同じような回路を作って、それを合わせてブレーキ装置に伝える。そうすることによって、条件によって反応の変わるブレーキを開発できるわけです。つまりですね、この回路を何個でも増やしていけば、もっともっと細かい、例えば1キロ単位でね、51キロの場合は51メーター、52キロの場合は53メーターみたいな、そんな細かい条件も作ることができるんですが、今回はね、シンプルに2つだけ条件を作って、動かしていきたいと思います。では説明していきましょう。回路の前にセンサーですよね。まずセンサーで、今回使うのは距離センサーおよび速度センサーです。で、速度センサーはね、前回短い動画でご紹介したのはこのためです。この説明をするためには、どうしてもね、距離センサーじゃなくて速度センサーが使えないといけないよなということで、速度センサーの使い方をお教えした次第です。でですね、距離センサーと速度センサー、見た目一緒ですが、下が速度センサー、上が距離センサーに一応なってます。で、このセンサーはですね、距離センサー速度センサーともに、スピードと、ものまでの距離、こう一直線上の向こうにあるものまでの距離、つまり壁でも何でもいいです、岩でもいいですし、人でもいいですし、窓の距離を測ってくれます。で、距離を測っているだけなので、ここから出てくるのは数値になります。オンオフの信号ではなく数値になります。なので、オンオフの信号を次変換したいと思います。で、変換するにはこの識値回路、このロゴ覚えておいてください。これを見ればね、出てくると思います。この識値の回路を使います。この識値回路というのはですね、ある一定の数値が入力された場合だけオンになるという回路になっています。で、どういうことかというと、今回の事例に合わせるならば、もし0キロ以上40キロメートル以下の場合はオンになるというふうになります。そして、距離で言えば、もし、0メートル以上20メーター以下の、距離になっているのであれば、オンの信号が出力される、そういうふうになります。これで条件は整いました。で、その2つの条件がね、次ここの回路に向かいます。これアンド回路と言って電気回路、電子回路では、最も、ポピュラー、オア回路と並んで最もポピュラーな回路なのかもしれません。これはですね、A と B 両方の値がオンだった時だけオンの信号を出力するということで、つまりはですね、どっちもオンだったらオンと出しますよ。それ以外の場合はオフと出しますよという信号です。つまり両方の条件が揃っている。
40キロ以下である速度が、そして、距離が20メーター以下になっている、その場合だけ両方ともオンが出力され、ここから出てくるのもオンとなります。はい、そんな回路になってます。では次行きましょう。次ちょっとこの回路は抜かして、こっちの、上下回路と呼ばれるものをご説明します。この上下回路はですね、オンのオフ、オンとオフのボタンを使ってスロットルの役割を、司るということで、ちょっとここ戻っていって、スロットル皆さん多分使うと思います。このスロットルレバーというものなんですが、このスロットルレバーはですね、実を言うとこれ見てみるとわかるんですが、スロットル制御って値的に数値なんですよね、入力が。で、ここ AND 回路でここ入れて作って、こっちか、ここね、AND 回路で出てきた値は、数値ではなく、オンオフなので、このままではね、このスロットルとかに送ることができないので、それを一旦ね、ここの上下回路に送ります。そうすることによって、この数値として、その値を出してくれるということで、このね、スロットルレバーの、オンオフ入力版と考えていただければ簡単かなと思います。つまりこっちの上ボタンが、入力され続ければ、どん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 このスロットルの値が上がっていく、位置に向かって上がっていく、そして逆にこっち下のボタンがオンが押され続けていれば、どんどん数値が下がって0、マイナス1に向かっていくということになります。これによってですね、モーターの回転だったり、あとブレーキの強さだったりを、工夫することができるというふうになります。ではですね、この手前の回路どういうふうに使うのかと言いますと、これね、先ほどの条件、つまり40キロメートル以下で持続、そして距離20メーター以下になったときは、ここ AND 回路からオンの信号が出され、上下回路に上の信号が加わって、そしてブレーキが徐々にかかっていく状態になります。ただね、そのままにしてしまうとずっとブレーキがかかった状態になってしまいます。車が止まった場合、そのままね、車が止まったり、あるいはね、距離が20メーターからもっと長くなった、曲がったりして、距離40メーターになった、つまりね、条件がこう揃わなくなった後もずっとオンの処理が残ってしまうので、ブレーキがかかったままの状態になってしまいます。なので、このブレーキを緩める必要があるんですが、それにはですね、ここの下のボタンを押さなくてはいけません。で、下のボタンを押すためにはどうしたらいいのかといえば、結局はですね、この条件が揃ってない間はずっと下のボタンが押され続けていればいいわけですから、この真ん中の回路、これノット回路といって、ここのオンの値をオフに変換する、そしてオフだった場合はオンに変換する、逆転させる、回路となるので、ここの条件が揃っていない、アンド回路の中の条件が揃っていない間は、ここのノットを通じて下の値をどんどんオンにし続ける、つまりブレーキを緩和し続ける状態に持っていくことになります。そのためにね、このノット回路というのを作ります。で、最後になりますが、この上下回路をブレーキにつないでいくんですが、ブレーキにつなぐときですね、ブレーキ、車のタイヤをお見せしましょうか。車のタイヤをお見せして、これですね。ちょっと待って、これサスペンション付きだから見えにくいな。はい。で、これブレーキ、これ、車のタイヤになりますが、タイヤね、ここ、今回は可変ブレーキというのをつないでいくようになります。で、これ1個こうつなぐんですが、例えばね、もう1個、つまりもう1つの条件があったりしますよね。もう1つの、つまり41キロ以上。の時は50メーター手前から止まる、あの条件の、回路からもこう値を出力したいと思ったらですね、これ2本やると1本消えてしまうんですよね。ブレーキっていうのはこれ1個の信号しか受け付けてくれないんですね。なので、どうしたらいいかというと、ここのアド回路というのを使って、合成することになります。これ1個のところをつける、そしてもう1個の回路からこっちにつなぐとなると、どうなるかというと、これ足し算の回路なので、ここの値ともう1つの回路の値が、足されるわけです。
そしてこの足されたものをこの可変ブレーキの方に伸ばしていくことによって2つのね値を合成することができるようになります。ですごい大きな数字になっちゃわないか、足した時大きな数字になっちゃわないかと思うんですが、これねどっちにしろ1つの条件、つまり40キロ以下の場合と41キロ以下の場合を以上の場合を想定しているので、2つが被ることがないんですね。条件が両方とも、一致する条件はないので、別にこのアド回路をかませたところで、大きくなることはないのでご安心ください。では実際に作っていきましょう。さて回路の配置はこんな感じです。で車の方ですが、前回まで使っていた他の方の、モッドはやめにして私が作った車の方で、やっていきたいと思います。ちょっとねこっちの方が幅が広くて、かつね、私が作ったやつなのでどうしても使い勝手がこっちの方がいいかなということで、最近作りました。これ専用ですね。はい、では繋いでいきましょうか。あー見えにくいこれ予想外だな。はい、でここの敷地とここアンドで繋いで、でアンドをノットと繋ぎます。でノットと繋いだものと、あともう一つの方は上に繋いで、そしてこっちの下に繋ぐと、ノットの方は下に繋いでいきます。でこの下に繋いだやつをアド回路の片方に繋いで、こっちも同じですね。こう繋いでって、一つはノットに、もう一つは上、そして下と、そしてこっちを繋いで、これを可変ブレーキとして、どこだ、前でいいか。可変ブレーキとして前につないでいきます。はい、こっち側にも前につなぎます。これで大丈夫かな。これで一応完成です。で値を設定していきましょう。こちら側は40キロ以下の場合20メーターで止まるようにします。ここで、ここは速度ですね。で40と設定しましょう。高い値が、違う、逆だ、低い値が0で高い値が40と設定します。そしてこっちは距離ですね、高い値が20m にじゃない 20m で設定と。はい、でもう一つの方はこっちは高い値が、まあ車が出るね、出そうな速度で適当でいいんで200キロとかにしときましょうか。で低い値は41と、こっち側は高い値が50と、50メーターの時にブレーキがかかるようにしておきます。はい、でちょっと忘れていたところなんですが、こちら上下センサー、ブレーキを司る上下センサーにはこのようなね、決定項目があります。マウス感度という設定がありまして、ここはブレーキの強さ、一気に踏み込むのかゆっくり踏み込むのかを表しています。100になれば一気に踏み込み、0になればほぼ踏み込まない、10% ぐらいだとゆっくりと踏み込んでいく感じです。で最小値、これは0に設定して、最大値は1、開始値0に設定しておいてください。これがブレーキの設定です。はい、これで設定は完了です。でセンサーにつないでいきましょう。一つの方をこれは距離センサーになるので、こっちの側につなぎます。で距離センサーを通して、信号が敷地の回路に向かっていくと。で速度センサーも下の方に置いてあるので、どれだ、これだね。結構ごちゃごちゃしてるように見えますが、線は自分で作ってるとね、どこがどこだかわかるのであんまり問題はないと思います。皆さんね、なので自分でなるべく作った方が分かりやすいかな、こういうのは。私も今回作って実感しましたが、自分で作った方が、こんなごちゃごちゃしてても、あ、ここはここだな、ここはここだなと分かるんで、こちらの方がいいかなと思います。で、電気の方は、この回路は電気が必要。センサーのね種類によって電気信号が必要なセンサーといらないセンサーがあるので気をつけてください。でこれはなんだ、ちょっと一応確認して、あ距離センサーで OK だね。はい、
ではこんな感じでやっていきます。はい、スポーン。あ、待った、ごめんなさいね。皆さん距離わかんないですよね、見ててね。なのでここの中に距離センサーを置きましょう。で、速度もね、ちょっとデザイン的にダイヤルにしてあるだけなので、こっちのゲージのディステでデジタルディスプレイの方にしておきます。どこに置けるかな。窓が邪魔か。窓一旦取ります。で、こういう自由さもね、このもののいいところですよね。これなんだ、あ、ここかこうだね。で、こうで、あともう一つが、よいしょ。ちょっと自由に移動しちゃうんだね。難しいところはありますが、こうで、どこどこ、よし、こうだね。で、これでつないで、デジタルディスプレイつないでいきます。はい、電気をペタン、電気をペタンと。で、回路の方は、2つありまして、1つがバックライト用、つまり明かり用と、もう1つが数値用なので、こちら側に距離、そしてこっち側に速度、速度センサーはどこだ。これだ、これだね。で、ここに置くと。はい、ではやってみましょう。実際に乗り込んでみます。さあ、こちら車になります。スライドドアがついています。もしね、スライドドアの作り方需要がありましたらお知らせください。さあ、では乗り込んでいきます。左側距離で、右側が速度になります。さあ、車に向かって走れるかな。最初40キロ以下の時どうなるか、まあ、車じゃなくて壁でいいか、壁の方に突っ込んでいきたいと思います。今30キロで、距離は230メーター、徐々に下がっていきます。まあ、壁が迫っています。40キロにならないようにゆっくりとね。大丈夫かな。はい、どんどん壁が迫ってる。100メーターまで迫ってきた。どうなるか、このまま止まるのか。はい、50キロは下がった。はい、反応してブレーキが始動、そして停車と。ブレーキが完全に効いて止まりました。ギリギリですね。ただこの速度なら問題ないということになります。では次に40キロ以上で走らせてみたいと思います。さあ、同じところからスタートして戻っていきましょう。はい、ピカンと動いてと。はい、乗って、ちょっとハイパワーモードにしておきます。はい、そして一気に加速していきます。40 50 60 70。はい、距離はどんどん壁に近づいていく。 50m になったらブレーキかかるはずです。はい、ブレーキかかった。はい、きちんと 13m 手前で停車することができました。こうやってね、ブレーキの効きを強くしたりすることで、距離をね、もうちょっと制動距離を短くしたり長くしたりすることができるので、それ見た目のお好みでお願いします。かなりね、距離として、綺麗にね、衝撃があってもピタッと止まりたい方、あるいはね、衝撃なくゆっくりと止まりたい方、多分好みの問題なので、好み調整してってね、ちょっとずつ調整して、こういうのね、変えて、もうちょっと感度下げてもいいかな、 15% 10% でいいかみたいなことにしてやったりすると、またブレーキの効きがね、若干違うので、壁に向かってね、ブレーキを噛んだ時もどんな感じになるのか変わるので、ちょっと試して、自分のね、最適値を見つけてください。10% だと両輪にかけるとこんぐらいですね。ギリギリかな。
ということで今回は様々な状況に対応できるセンサーのついた自動運転ブレーキ車を開発しました。次回またお会いしましょう。バイバイ。